はい、どうもコミです。さて本日もこちらフォックスセカンドさんからですね、JWC オスカレーイベントの中身をお伝えしていきたいというふうに思うんですけども、さっき言っておきます。今日のね、動画はドラッグバットです。もうね、これでもかと、お腹いっぱいだ、もう食えねえよってぐらいドラッグバットです。なんで、あのね、多分これ、僕も今そのリプレイを見返して、まあ、収録前に一応ね、自分でもこう、インスピレーションを高めてるんですよね。なんですけど、マジでドラッグバットをやりたいと。で、他の攻めを今練習中だからあんまり浮気したくないんだよなっていう方は、今すぐ、この動画を通した方がいいと思います。それぐらい、マジでえげつないドラッグバットがいっぱいあるし、なんならそれが今日は9本もあるので、で、合計、まあ比較も入れると10本かな。めちゃ長い上に、なんていうんですか。もう見てると多分ドラッグバットが絶対やりたくなっちゃうと思うんですよ。もう僕やりたいもん、今すぐに。そういう感じなので、ぜひですね、ドラッグバットやりたい方は最後まで、見てもらってですね、もしもね、これはすげえわ。マジボリューミーだけど、よかったわって思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、というところでですね、早速見ていきましょうかね。前振り投げよっていつもね、いつも1分ぐらい使いやがってって思うかもしれないですけども、まあまあ、ここら辺もお相手は愛嬌ということで。まず1本目はですね、おそらくこれが僕のもう今回の、この、対戦の MVP かなっていうふうに思うんですけど、テラさんのね、ドラッグバットですね。あ、まあ、ドラッグバットの MVP かな。まあ、それ以外にもすごい攻めはいっぱいあったんですけども、今日紹介する中で僕がこれは一番感銘受けたのはこの攻めですね。まさにこれぞドラッグバットっていう感じ。ロイヤルチャンピオンの使い方がうまいですね。これしっかりと2個のウィズ島まで追っていくっていう、これババキンに釣られるかなと思ったら最後までロイちゃんが頭いいっすね、こいつ。しっかりとウィズ島を殴ってくれたおかげで、ビビドラでウィズ島1本折れちゃってますね。これでもウィズ島2本処理してます。あとシングルインフェルノが3本なので、ドラゴンにとっては相性がすごい悪いんですが、コウモリにとっては逆に相性めちゃくちゃいいですね。2本目の多分今のウィズ島はドラゴンで折るつもりだったんだと思います。あれ多分もうゴッタンですね。ゴッタンで折れた形かなって思うんですけど、バーバリアンキングとアーチャークイーンをこれ再度こう流してますね、ここに。これももう本当に典型的なドラゴンラッシュをするパターンですね。こちら側をカットしておいて、ドラゴンの大群を、まとめて直線で進めるために、この再度を、ババキンアーチャークイーンで歩かせる。ポイントは、このクラン城の範囲にアーチャークイーンとババキンが入んないことですね。これに入んないことによって、ラバハウンドとかアイスゴーレム、そういった、陸に反応する援軍が出てこなくなります。で、これね、何がうまいかって、最後この集結する、ね、この8地面に、7地面かな、ここに全部のユニットを集めるんですよ。コウモリをこっちから撃ちましたよね。でね、この打ち方が僕すごい勉強になったなと思っていて、自分いつもやるときって結構ドラゴンがこう、進行してきたとすると、こんな風に。結構ね、この辺で撃つんですよ、この辺で。ドラゴンたちの方から撃って、最後、コウモリだけで防衛施設を処理するような、形を、まあ、プランニングとして作るんですけども、テラさん逆に、こっちから、ドラゴンに合流させるようにやってるんですよね。でもこれってよく考えてみれば、例えば、ユエティラッシュ、イエティに投下兵舎入れてホグライダーとかよく皆さんやるじゃないですか。あれってやっぱりどこか最終、合流地点を目指しながら、イエティ部隊とホグライダー部隊をこう歩かせたりしますよね。それと同じことがコウモリでもできるんだなっていうことを、ものすごいこの綺麗な攻めから僕すごい感じて、ああ、めちゃくちゃ参考になったなって思いました。自分の中の一番の、今回のその、なんていうんですか、参考になったそのドラッグバット、これですね。まあ、ただですよ。それ以外のドラッグバットも、マジですごいから奥さん、ぜひね、これは見ていってほしいですね。まあ、興奮しても、普段自分が使わない単語をバンバン使ってますね。いや、もうそれぐらいね、ドラッグバットって僕好きなんですよ。ポンコツのボンクラでよくですね、ドラッグバットを使って、まあ、しょっちゅう、コウモリを先打ちして、ちょっとなんかこうね、見せてみようみたいなのが、ちょっとまあ、あるっちゃあるんですけど、もうしくじってね、皆さんからこう、睨まれるという、苦い経験をしていて、もうそろそろやめようと思ってるんですけど、でもそれぐらいね、やっぱドラッグバットって、決まるとやっぱりかっこいいし、自分自身もなんか本当に全開取った、もう取るべくして全開取ったっていう感じがすごいするんでね、大好きなんですけども、今回のこのデッサのアタックも面白いですね。このギリギリクラン城にバーバリアンキングが入らないこの壁の中をうまく使ってます。これね、キングが壁殴っちゃうんですよね。これちょっと多分ね、あんまり良くなかったなと思うんですけども、まあまあ、ギリギリキングがここで落ちてくれるので、まあセーフですね。これ逆に落ちてくれた方がいいですね。この、
援軍がこう連れちゃうんで、まあアーチャー1匹くらいはまあねどうってことないですけどね。でラバーハンドなんか振っちゃった日には、あの結構ドラゴンの足目がされちゃうので、ここはもう早めにババリキングが落ちてくれた方がいい。はい、こんな感じですね。で、あとは、ドラゴンとボマを一気に出していきます。ここですね、完全にもうカットがここできているので、ドラゴンとボマ出しはガーッとこっちから進んでいく。この部分のカットをね、序盤にウィズとか使ってやってたところが、またこれが、憎いですよね。で、このデヒサのアタックも同じ。序盤、この、序盤でもないわ。コウモリを見てください、これ。ドラゴンたちを合流させるように出してますよね。この出し方がやっぱいいんですよ。で、なんでかっていうと、すごいね、至極この理由単純で、もしもこっちですよ、防衛が残っちゃうと、こう、ドラゴンたちがぐるっと回っていかなきゃいけないんですよね。で、ドラゴンがぐるっと回るっていうのはどういうことかっていうと、当然ながら、こういうストレージで足止め食らうんですよ。ババキンで足止め食らうんですよ。で、さらにそういう間にファイン見たら、これ、ホーミング食らうんですよね。で、そうすると、あれ、なんか気づいたら結構ダメージ食らってんぞ、みたいなことになっちゃうわけじゃないですか。なんで、極力ユニットっていうのは、歩かせる距離が短い方がいいんですよ。特にこの罠を吸う系のユニットは。ドラゴンって赤い爆弾も黒い爆弾も全部吸っちゃうので、長距離を歩けば歩くほど体力が減ります。まあ、それは当然ですよね。だからこそ、ドラゴンたちが進むルートを、ここ限定させるようにコウモリの呪文を、この3時方面から打っていくことによって、ドラゴンたちがまっすぐ6時に向かうようなルートをイメージするっていう、ここですよね。いやー、こういうやっぱり、使い方うまいなっていうのが本当参考になります。今回のメンバーマジでみんなうまくてね、もうちょっと、勉強にしかならなかったんですけど。で、これもですね、マチコさんの、ね、ドラッグパッド見ていきましょう。今回ですね、フォックスセカンドさん側がドラッグパッドすごいみんな多くって、逆に、デュアルさん側はね、天才ディガフォクが多かったんですよね。でも天才ディガフォクはこの次の回に、紹介したいというふうに思ってますので、そっちは、基本フォックスさん側の攻めばっかになります。で今日は、間違えた、そっちはデュアルさん側の攻めばっかになる。今日のドラッグバットは、フォックス側の攻めばっかになります。ちょっとね、偏りがあったけど、まああれですね、天才ディガフォク VS ドラッグバットと言ってもいいぐらいの、もうその2つの戦術の殴り合いでしたね。でこれもね、すごいんですよね。もう同じように上手くて。これ、シングルインフェルノ、ロイちゃんのですね、ホーミングシールドで本当は多分降りたかったんだと思うんですよね。ちょっとロイちゃんのシールドが違う方向行っちゃって降れなかったんだなっていう感じなんですけども。まあ、そこからのリカバリーがですね、めちゃくちゃいいんですね。バーバリアンキングとアーチャークイーンは、これ、クラン城に触らないように、こちら側ですよね、をカットしていくようなイメージで出していったんですけども、ちょっとね、ババキンがね、ドラゴン出すタイミング遅れて、逆走しちゃいかけてるんですよね。これちょっと危険ですね。こうなってくると、相手の防衛軍が出てきちゃうので、アーチャークイーンは非常にお利口さんでしたね。フランスの方に行きませんでしたが、これ、ラバーハウンド釣っちゃってますね。で、ドラッグバットをするときに、突撃艦を使うパターンっていうのもすごくね、おすすめです。突撃艦プラスの、スニーク ゴブリンか、プラスイエティとかで、タウンホール周りを、タウンホール含めて一掃しちゃうと。いうことができると、ドラゴンのルート作りもなるんですね。これ、ここでほら、ドラゴン、それずに、まっすぐこう、順位上方面にこう進んでいけるじゃないですか。っていうところがありますね。で、あとは、あれよあれよという間にもう、範囲攻撃が全然ないので、これを全部序盤のライトニングパートとヒーローパート、さらにはドラゴンパートで削っているので、こんな風に、ドラゴンが二手に分かれてしまいましたけども、コウモリが、ここですね、二次方面から出てきて、もうぐるーっと回っていきます。シングルインフェルノとかは全然コウモリ怖くないので、一瞬で破壊して、で、そのまんま、テスラモリに到達して、ゲームオーバーっていうのか、ゲームクリアっていうんですかね、なってますね。で、あとはドラゴンがもう、贅沢に回収をして、全開という形になります。まあ、多分今のマチコさんのアタック、こちら側にね、ヒーローをこう流していきながら、ドラゴンたちをここですね、まっすぐ進めていくっていう、まあ、プランで、考えていたんだろうなと思うんですけども、まあ、そもそもこのプランニング自体がものすごく、上手だったので、ちょっとね、そのルートがいろいろうまくいかなかったんですよ。ドラゴンの残り方がもう半端じゃないですね。こんな残るんですよ、ドラゴン。これやりたくなりません？マジで、見てて。もうね、本当にもうドキドキしちゃいますよね。はい。
では次、あゆずさん行きましょうかね。見ていきたいと思います。で、これスーパーガイゴイルマゼのドラゴンですね。この辺は正直自分も、どちらが強いのかってちょっと、言い切れないところがありますね。なんだかんだ言ってドラゴン結構強いので、スーパーガイゴイルをドラゴンの代わりに使うっていうのはあんまり、自分やんないかなっていう気がします。まあ、そこは、好みでね、使ってもらってもいいと思うんですけども、明確な差別化が、どっちがどうっていうのはあんまり感じられなかったかな。ただまあ、こういうふうに遠くから出して、素早くね、こういうカットができるっていう、まあそういう意味で、主力のドラゴンを前進させるのに、横から出すっていうのは確かにありかもしれないですね。この発想は確かに新しいな。突撃艦を今タンホールに当てていきましたが、これもしかしたらあれかな、ボマーで壊してもよかったかもしれないですね、ワンチャン。突撃艦の仕事として多分少し、移動距離というか、まあ、ドラゴンがそこにもう侵入していくルートができてるんで、ボマーでも よかったかもしれないですけど、ただね、このコウモリ、これは本当にもうやばいっすよ。こいつの削り方が半端ない。あゆずさんよくね、このポイント見つけたなっていう、ここ見てほしいんですけど、全然ね、範囲攻撃が少ないわけですよ、ここ。ここ、ここ。フリーズでしっかりと、宝石機を止めて、それにコウモリがもうリーチしてしまえば、あとはもう殴るだけっていう感じですよね。で今一瞬で、トルネードドラップに巻き込まれたコウモリがかなりやられたんですけども、それでも残ったコウモリたちが見てこれ。もう多分3分の2もやられたと思うんですよ、コウモリが。でもですよ、でもこんな感じで最後まで押し切れちゃう。このね、コウモリを使う場所の見極め半端ないですよね。本来あの、トルネードトラップを食らったらコウモリやられちゃうと思うんだけど、すごいなって思いました。コウモリがやられても取り切れちゃうね。その見事な、なんていうんですか、ドラゴンのルート作りですよね。だからここをしっかりヒーローで破壊して、防衛軍が出てこないところでうまいことですね。ヒーローパートを使い、かつ、このブロックっていうのはドラゴンで壊していきながら、残ったブロックをバットで壊すと。そうですよね、こんな感じ。この組み合わせは本当にうまいな。やばかった。なんか変な風になった。いやー、あゆさんね、もう一本あるんで、ぜひね、そちらの方もご覧いただけたらと思うんですけども、どんどん行きましょう。もう今日はね、多分30分ぐらいの長丁場の動画になっちゃうから、もうバンバン喋って、バンバンね、流していきます。次、テラさん。またテラさんですね。行きます。これもね、すごいんだよ。本当に、もう汗かいてきちゃった。若干汗が目に入って、なんか、染みるんだけど。はい、ライトニングドラゴンでしっかりカットを加えていって、ドラゴンは当てていきますね。で、今回のね、その呪文構成、ちょっと今まで触れてこなかったですけども、少し見てほしいんですが、フリーズ4個持っていってます。これはどういう意図があるかっていうと、範囲攻撃ですね。透析機だったり、マルチインフェルノ、あとは、ウィズト。これら2個を、コウモリで相対するっていうことを、想定した場合の編成かなと思います。本来ですね、そういうのに、当たらないようなルートが描ければいいんですけども、まあ、そううまいことはいかないですよね。なので、当たってしまうっていうことを前提に考えたときに、1施設、1マルチ攻撃施設に対して、2個のフリーズっていうのはどうしても必要です。コウモリこう出していきますよね。今回この投石と、あとこの、ウィズと、これを、フリーズで固める、つもりだったんだろうなと思います。なんでこれ、まず2個目のフリーズで、投石破壊、残って1個のウィズとを、ちょっとこれ早かったかな。でも数がいるから押せるか。でこのまま一気にフリーズ2個目かけて、はい、コウモリたちがここウィズトを壊していった。はい、もう怖くないという感じですね。対空砲もしっかりコウモリが壊してくれくれたね。くれましたくれました。はい、これスケトラ結構痛かったですね。このスケトラがドラゴンで発動しちゃって、そこにコウモリが巻き込まれちゃったんで、ちょっと最後伸びなかったですけども、まあ、こんな形でなんだ。フリーズの呪文は、範囲攻撃、1範囲攻撃に対して、2つのフリーズを持っていく。っていう風に考えると、コウモリの呪文もある程度やっぱ5枠、6枠は最低か必要になってくるので、範囲攻撃をやっぱり3個コウモリで相手にするようなプランになっちゃう場合には、ドラグバットは多分使えないんだろうなっていう風に自分としては思ってます。2つの防衛まで、を相手にする場合ですね、まあ、そこら辺に限定されるのかなっていう気がしますね。
ちょっとギリギリドラゴン、数が減ってしまっているんですけども、まあまあ言っても、あともうクロスボウしかね、攻撃する施設がないので、グランドゴーデンもミリ体力ですげえいい仕事してますよね。バスンバスン打っていって、最後ドラゴンに守られたグランドゴーデン、あとはドラゴンの炎でクロスボウ焼き切って全開です。いやー、お見事。星6ですね、テラさん確か。いやー、やるなー、本当に。うめえ。さあ、行きましょう。そろそろ折り返しかな。僕の喉の方がもうね、やばくなってきました。結構喉弱いんでね、もう喉がだいぶやばいですね。で、これもそうっす。フリーズの呪文2個持っていって、コウモリ5個なんですけども、ここをガツーンと削っていくんですね、コウモリで。で、今回アイスゴーレム2体いますよね。これどういう風に使っていくか、ぜひ見てもらいたいと思います。今のこのロイヤルジャンピングうまいですね。クエイクプラスのライトニングで、相手のインフェルノ、シングルインフェルノ、これもホーミングシールドで折っていって、この周辺をガーゴールでカットしていきます。で、さらにこちら側ですね、シングルインフェルノ、順次側の方には、キングバ、アチャクかな、を当てていって、折っていくと。で、ドラゴンたちはこの面から一気に出して、中央に当てていくっていう感じですね。で、コウモリをガッとこう回していくんですけども、やっぱりですね、フリーズの呪文って、コウモリの呪文とどうしてもその、トレードオフになっちゃうので、そんないっぱい持っていけないっていうケースが多々あるかと思います。で、そういう場合には、アイスゴーレムを持っていくことによって、これ、ウィストンの攻撃範囲がこの迫撃砲に及んでますよね。そこでターゲットを取っちゃえば、フリーズよりもむしろ安全に相手の、ウィストンを無効化することができると。で、これもうまいですね。しっかり突撃艦にトームをかけていくことによって、ちょっと離れたこの、タウンホールをしっかりケアしていきます。これね、本当に重要で、ドラゴンたちがそこのタウンホールに巻き込まれていっちゃうとダメージすげえ食うんですけど、ここを突撃艦でこうね、トームをかけて破壊することによって、ドラゴンにもトームがかかっている状態で、まあ、中盤ですね、この部分を一気にノーダメージで突破できるし、で、当分がかかった、突撃艦が今タウンホールに到達するタイミングでもうドラゴンがそこに来ちゃってましたけども、壊すことができれば、言ってみればこのぐらいの部分っていうのを全部トーム状態で壊すことに等しいので、やっぱドラゴンプラス突撃艦トームっていうのは、便利かなと思います。で、今アイスゴーレムでしっかりとビットのターゲットを取って、で、これですね、最後のビットに対してはさっき言った通り、1防衛施設にフリーズ2個の法則、しっかりとフリーズ1個目をビットが発動する前に使っていって、もう1個のフリーズも不要でしたね。そのまま数でコウモリが押し切って、残ったドラゴンと、一緒になって全開までのお掃除タイムと、こういうことになっていきます。いやー、すげーな。気持ちよくないですか？だからもう最初言ったけど、もうこれ見てると本当にもうね、ドラッグバットしかないんじゃないかっていう気持ちになってきちゃうんですよ。もうドラッグバットこそが正義みたいな感じになってきちゃって、もうね、多分皆さん、この辺まで見てる方はそろそろのフレチャがしたくなってきたんじゃないですか。絶対フレチャしたくなってきたでしょ。僕も喋りながらフレチャしたいっすもん。このコウモリね、マジやりたいよね。本当に。オベリスクさんもう一本、行きましょう。で、ドラッグバットですね。コウモリ5個。まぁ、ちょっと少なめなんですけども、まぁ、その分、レイジに呪文2枠割いていってますね。1個のレイジはおそらくこのタウンホールに突撃艦を使っていくところで使うんじゃないかなというふうに思うんですが、ジャイプラスのロイヤルチャンピオンですね。こいつで、順次方面カットを入れていきます。おそらくここにプラスで、ババキンや着衣も出していくのかな。クランジョンがここにあるので、この範囲、範囲にも入りたくないですね。バーバリアンキングはおそらくこの投石機とこの辺のシングルを狙っていくんじゃないのかなと思うんですけども。いや、違うのか。違うわ。ロイヤルチャンピオンで、あ、なるほど。このプランニングうまいな。ロイちゃんでこの12時を削って、ババキンクイーンでおそらくこっち側をこう削っていくんですね。ババキンで。で、ドラゴンここか。こんな感じじゃないか。この形は。で、最後残ったこの、ウィズ島とか、この辺に対してしっかりと、フリーズを使いながらコウモリ回していくという形でしょうかね。アーチャークイーンでこの対空砲が折れるってのが大きいですね。ドラゴン使う場合やっぱり怖いのはシングルインフェルノプラス対空砲です。まあこれは当然ながらコウモリにとってはもうカモでしかないんですけども、高体力の動きがスローなドラゴンにとっては天敵になってくるので、僕もしっかりと、アーチャークイーンとババキンでこう削りながらルートを作っていくという形ですね。相手のクロスボウも耐震が1本あるんで、これはもうほとんど無効ですね。で、突撃艦トームで、非常にこの投石機とかマルチインフェルノに当たるところで、ドラゴンの体力を守っていって、で、かつ突撃艦にもトームがかかっているんで、しっかりとそれでタウンホールも落としていくということですね。一石二鳥ですよね。ドラゴンたちを守りながら、突撃艦をタウンホールに届けるためのトーム。
ていう形でやっていきます。やっぱ突撃艦トームっていうのがまあドラッグバットのこのまあオーソドックスな形かもしれないですね。今一瞬ちょっと、フリーズが遅れてウィザードの塔に焼かれそうになりましたけども、全然ね問題なッシングということで、残ったコウモリと大量のドラゴン、こんな残るかよ普通ドラゴンっていうね、なんならアーチャークイーンまでちゃっかり生き残っちゃってるしドラゴン何体いんのこれ、 1,2,3,4,5,6,7,8 体かなドラゴンが残っていて、おまけにフリーズの呪文3発どうやと花火フリー3発残してないドラゴンが8体ってことは2体しかやられてないのドラゴン、あ違うか、まあ造形11体だから3体しかやられてないのか、やべえなこの破壊力。さてあと残り3本ですね、見ていきたいと思います。39番ですね、次これだ、弟子さんのタックですね、見ていきましょう。さあこれもねタウンホールじゃないわ、クランジョーがちょっとまあ中心部にあってすごく嫌ですよね。ただ中心部にあるからこそ、ババキンとかアチャクイはこの範囲になかなか入りにくいということを利用しての、ドラッグバットになります。タウンホールがこうね壁際にある場合っていいんですよ、あのここに罠がないじゃないですか、絶対にここに罠がないので、突撃艦がこの辺から当たるとバネトラップとか、あとは小爆弾とかでスニークゴブリンが やられちゃうとかいうことがないんで、僕は結構こういう場合には、ドラバルじゃなくてスニークゴブ入れたりしますね。まあドラバル入れるってのも全然ありですけども、ドラバルを入れると多少その陸の罠なんかがあっても当然それを無視できるので、フリーズの呪文1個で、まあ、よっぽど周りに投石とかがない限りは、タウンホールを壊せるというところですね。ロイヤルチャンピオンでこのシングルインフェルノを削っていきましたね。この区画をしっかりと綺麗に削っていって、あとバーバリアンキングとアーチャークイーンでここですね、この外側を削っていきます。ドラゴンたちはこの、ね、十字地面から狭い面から一気に出してここでこう破裂していっちゃうんですけども、コウモリの呪文を、ここに使うんですね、このここの宝石の上に。これがねなんていうのかな、狙っちゃいけないと思うんですけど、狙いすぎると多分失敗しますけど、あのこういう形が作れる場合には、やっていった方がお得です。フリーズの呪文がいらないんで、これね、投石機って実はこういう風に分かりますかね、ここ今コウモリがいるところに、攻撃範囲がないんですよ。イーグル砲とか迫撃砲と同じで、自分のその、灯台の元みたいなところには、ダメージを与えられないんですよね。それを利用して投石の真上とかに、コウモリを撃っていくと、コウモリがダメージ受けずに、そのまま投石を壊していきます。残ったフリーズの呪文1発目を使って、2発目も使うのかな、使わないのか、コウモリでギリギリを押し切ってきましたね。で最後テスラが意外とねこうやったりするんですね。テスラとかクロスボウでコウモリがじわりじわりやられちゃうので、あのそこにフリーズを打っていって、ここを無効化しながらシングルインフェルノはドラゴンでケアして全開という形ですね。やっぱり呪文の枠数が非常にシビアになってくるので、投石機の上に打つコウモリっていうのは、さっきも言いましたけども、狙ってやりすぎるとルート作りとかが少しね不自然になっちゃって、ミスにつながるケースもあるんですが、そういう形が作れる、自然に作れる場合には積極的に狙っていくと、呪文枠2枠フリーズが温存できるというところですね。これ美味しいのでやってみるといいかなというふうに思います。ラストですね、アユズさんのもう一本アタック見ていきましょう。コウモリが6プラスフリーズさんですね。これどんな風に攻めるんだったかちょっとですね、さすがに数が多くて全て把握できてないです。これは、忘れちゃったな。12時側に最後、残す形になるのかな。でもこれ多分、ゴーレムとネクロマンサーがいますね。あ、思い出した、これだ。ゴーレムと、あとヒーローでここを削るんですね。で、ネクロマンサーと、ペッカでこっち削るんですよ。で、ドラゴンも多分こっからですね。こういう感じ。ゴーンたちで。ね。で、そうすると、範囲攻撃がもう、この部分にないんですね。ここに。ここにはないので、まあ、もっと言うとここにないのか。この辺まで。こういう風にないので、ここをみんな、コウモリが無双できちゃうということですね。でそこまでのところを、今やっているドラゴンとヒーローで削っていくという格好になります。防衛軍がねこれネクロマンサーとかで釣っちゃうんですけど、それをものともしないで進んでいくんですよね。すげえなっていう、パワフル。シングルインフェルノに捕まっちゃってロイヤルチャンピオンがここでシールド吐いちゃってますね。ギリギリでこの、ウィストが壊せなかったのはちょっと痛いかなというところですが、
突撃艦トムプラスの、なんだ、ドラゴンラッシュで一気に投石機とタウンホールの核をまとめて壊してきましたね。でさらにここから人伸びするためにアチャクイがすごい仕事をしている。投石機は壊せなかったけども、ウィズド1本壊しましたね。でこうすることによって、はい、これマルチインフェルノがここにあるんで、ちょっとこれは嫌なんですが、そこにしっかりとフリーズを当てていってコウモリを守っていきます。これギリギリマルチインフェルノにコウモリが届いてそのまま追っていくんですね。これがナイスファインプレー。あとは、まあ、投石機が嫌なんですけども、うまいことドラゴンがターゲットを取ってくれたんで、そのドラゴンが竹を取っている間に相手の、対空砲とかアチャ砲とか、まあ、その他諸々の防衛を一気に壊していきますね。ボムタワーを壊したコウモリが、はい、これ投石機の攻撃無効範囲に入り込んで一気にそこを壊し、あとは残ったドラゴンとコウモリで回収タイムということになります。いやーこれもすごいね、ギリギリの感じだけども、でも会津さん結構しびれたんじゃないかな最後だいぶ多分しびれたと思うんですけどね。あの呪文のほんとフリーズのタイミング、この切れるタイミングを見極めたりとか、あとは、攻撃範囲に入る、時にやっぱり打ってすぐ呪文って発動しないじゃないですか。そのタイムラグとかをちゃんと読んで呪文を使うっていうのがめちゃくちゃこれ慣れがいるので、1回2回でうまくいかないからって言って諦めないで、ぜひね、あの何度も練習してみていただければと思います。そうすると、フリーズの呪文を使うタイミングっていうのが、だんだんこう肌感覚で分かってくるんで、そうするとコウモリがめちゃくちゃ安定します。これ重要ですね、かなり。さあということでですね、まずここまでのちょっとですね、動画は全部ドラッグバットだったんですけども、まあ、最後1本だけですね、まあ、普通のドラゴンラッシュやったらどうなるのっていうのもちょっと見てもらいたいと思います。これニャロメさんですね、DM さんの、GS さんかのニャロメさんのアタック見てもらいたいと思うんですが、これがすごかったんですよ。こっちを全部、ヒーローとかで削っちゃってドラゴンガーンって感じ、こんな感じですね。でもね、序盤の削りがね結構えげつなくて、確かにまあわかるんですよ、対空砲がねよくここ見つけてるな、見えるなっていうふうに思うんですけども、2本ここにあるのをしっかりとこのロイヤルチャンピオンで削っていくんですよね。さっき言ったように対空砲ってやっぱりこのドラゴンたちの天敵になってくるので、これをしっかりとロイちゃんで2本削っていって、他にはルートを作る、アーチャークイーンを出すタイミングもめっちゃうまいですよね。壁の中にちゃんと入るように、表面を全部ババキンでこう、カットしてからアーチャークイーン出して、アイスゴーレムでシングルのタゲを取って、で、アーチャークイーンをさらに奥まで進ませていく。でスーパーウォールブレイカーでこれなんならワンチャンターンホールまで狙っていこうかっていうね、この棒のすげえ奥までここまで、しかもこれよ、これ見た今の。アーチャークイーンにレイジをこんなことする普通みたいな。絶対やんないっすよね。アーチャークイーン一体にレイジ使うなんて。こういうことができちゃうのはやっぱニャロメさんだよなっていうところですね。エアスイーパーを最後、一撃で折ってくれたんで、ドラゴンたちがこれでだいぶ楽になりましたよね。あれよあれよとヒーローパートだけで、これ、マルチインフェルノ、シングルインフェルノ、あとは、対空砲しかない感じになっちゃうと。そこにドラゴンプラス、ロックボマーですね、撃っていきます。これね、ワンチャンどうなんだろう。突撃艦にしてタンホール狙ってもよかったのかもしんないですけどね。今回ロックボマーにしてますね。まあ、そこは、なんか、通りで言ったら突撃艦のような気もするんだけど、まあ、ニャロメさんがやることだから、多分、もっともっと深い読みがあってのことなんじゃないかな。まあ、ボマーってやっぱりそのドラゴンたちと一緒に混ざるとすげえその相乗効果が、高まって、ボマー自体に体力もあるし、あとは、防衛をもう優先に壊していくんで、どんどんボマーがドラゴンの前に出て、まあ、ラバみたいな感じでこう、タゲ取り役になってくれるんですよね。で、そのロックボマーが壊れても当然中からドラゴンバルーンが出てくるんで、そこから先の伸びっていうのもまあ申し分ないしということですね。こんな感じ。最終的にはこれもドラバルかの形になっていって前回まで持っていくっていう感じですね。ドラバルの何がいいかって、当然バルーンの攻撃力もそうなんですけど、こういう風にいろんなホーミングとかを回収してくれるんで、ドラゴンが傷つきにくくなるんですね。その中盤から終盤に残ってると。まあ、その形っていうのもやっぱりそのボマーにバルーンを入れることによって作れるので、まあ、そこら辺を狙ったのかなという風に、推測をしております。こんな形で。このドラゴン頭いいですね。うまいこと。違うか。アーチャーがいるんだ。抜け目ないな。すげえ。という形でですね。まあ、ドラゴンバットプラス、まあ、ドラゴンラッシュをする場合にも、まあまあ、こんなような攻め方もできますよっていうことで。まあ、これは参考に一つをですね、お届けさせていただきました。
いやー30分喋り倒したな。結構喉がカラカラなんですけども、まあ、本日の、ポイントとしては、ドラッグバットやる場合、ですね、まずは、バーバリアンキングアーチャークイーンで相手の援軍を釣るなということですね。でさらに、フリーズの呪文っていうのは最後コウモリが相対する、範囲攻撃1個につき2個のフリーズを準備する、これが基本ですね。でさらにその時相手のそのマルチ攻撃施設範囲攻撃にコウモリがそのまあ3つ以上の範囲攻撃をコウモリが相手にするようなプランニングはやんない方がいいです。あのフリーズに呪文先つきちゃってコウモリの呪文持っていけなくなるんで。で、もしもそういう3つ相手に対する場合でもアイスゴーレムとかでターゲットを取れるんだったら別ですね。それやっても大丈夫かなというふうに思います。で、突破兵器に関してはドラゴンがもう序盤にタウンホールを壊すプランにするんだったらボマーの方がいいと思うし、中盤から終盤にタウンホールと当たるような場合に関しては突撃艦にトームをかけてドラゴンも守りつつ突撃艦を確実にタウンホールに届けてそこで壊しちゃうというね、このトームと突撃艦のコンビネーションを使うのがいいかなと思います。で最後、ポイントのラストとしては、やっぱり最後コウモリとドラゴンが合流するようなルートが作れるんだったらそれが一番いいと思うんで、そういうパターンで、プランが組めると最高かなというふうに思いました。いやーどうですか、あのここまでもし見てくださった方がいらっしゃいましたらだいぶドラッグバットをやりたくなったんじゃないですかね。僕もちょっとですね早速練習また再開しようかなと思っているし、まあ、ぜひですね、今回の動画たくさんのリプレイがあるんで、もうなんならですね一回練習してからまた見てもらうとそのプランニングとか、まあ、呪文のタイミングとか、使い場所とか、参考になる点いっぱいあると思うんで、まあ、そんな形でうまくこの動画使ってみてもらえたら、とても嬉しいなというふうに思いますし、まあ、もしもですね参考になったということであればぜひグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いできたらなというふうに思います。またですね、13、12、11タウンホール台広く扱って、動画出していきますのでこれからもぜひぜひご視聴よろしくお願いいたします。というところで大変長くなりましたけども本日ここで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。